はい、こんばんは、東京新聞デモクラ TV エクストラ、何回目か忘れましたけども、今日は2月の17日ということですね。いつものように東京新聞の論説員富田ひかるさんと回していきたいと思います、はい、富田さん、今日はどういう方を。今日はですね、本当にスペシャルゲストですね。さっきたまたま偶然廊下で会って、出演を快諾していただきました、ソウル新聞の特派員の、キム・ジナさんですね。はい、ソウル新聞のキム・ジナ特派員と申します。はい、はい、よろしくお願いします。キム・ジナさんのオフィスは、この部屋のすぐ隣ぐらい隣の隣です、はい、お隣さん、ご近所さんということですね。キムさんは普通、なんか韓国の方って、はい、キム・ジナみたいにして、なんか上と下とどっちも呼びますよ。キムさんっていうとどうのキムさんかよくわかんない。それはキムさんが韓国人にとって3000万人以上ですから、それがみんながキムさんですから、ちょっとそれよりキムさんよりジナの方がいいです。ジナさん、はい、名前がいいです。ジナだけじゃちょっと問題なんで、ジナさん。ジナさん、はい、それがいいです。そうです、そうですね。はい、ご出身はソウルですか。はい、ソウルです。そうです、ね、ソウルです。ずっと生まれて今まで生きていました。はい、あれですよね。この前ちょっと聞いたんですが、パククネさんのデモの時の、担当の取材してたんですよ。それが私が特派員になる前に5年間ずっと共に民主党と青瓦台とか担当したことで、それでパク・クネ元大統領の弾劾とか、2017年のムン・ジェイン大統領の選挙も担当したことがあって、それで、はい、その取材経験があります。はい、なんかパク・クネさんというと、なんかすごく仲のいい女性のお友達がいらっしゃって、その方の言うことを聞いて、チェさん、占いかなって、占いですかね、なんかそういう、チェ・スンシュ、はい、そうですね、チェ・スンシュ、はい、そうそうそう、娘さんがなんかも言いましたよね。はい、ソミュラですね、はい、そうです、馬、はい、乗馬持ってますね、はい、そういらっしゃいましたよね。僕はあの時ちょうど私の妻が実はK-POP の大ファンでですね、僕はよく荷物を持つ係でソウルによく行ってたんです、はい、でちょうど僕行きたくなかったんですよ、無理やり。それでうちの妻は、はい、最初は東方神起、トンバ神起、やっぱりそうですね、でそれからシャイニーというか、視聴者の方は別にその名前は多分誰も知らないと思いますけど、東方トンバ神起は知ってるかもしれない。で最初はトンバン神起の、ユノ、ユノ、はい、ユノの大ファン。それから何の話してるかよくありませんけども、シャイニーというグループがありました。私もシャイニー本当に大好きです。シャイニーファンです、はい、大好きです、はい、シャイニーの、ね、日本語に聞こえるファンって言わないんですよ、ペンに聞こえちゃうんです、はい、でうちの妻は、キー君、私キー本当に大好きです。あ、なんか興奮しちゃいますね。キーペンです。もう、うちの息子の名前はケイって言うんですけど、名前がそれでうちの息子にキーってなんかよく呼んでるっていうの間違えて、それぐらいキーって大ファンだ。富田さんのお子さん、一度お会いになって、本当にお会いして、なんか対話してです。うちの息子は別に社員について全くつまらん人間ですけど、はい、というで私何の話しようかしたかっていうと、その時韓国行った時に、明洞のセジョンホテルから、帰ろうとしたら、でも、そうですね、はい、それでホテルの方が、タクシー乗ろうとしたら、もう動かないから、金浦まで行けないと、だから、電車で行きなさいと言われて、電車乗ったんですけど、電車も乗れない、ものすごい混んでて、すごい迫力でした。それパックネさんを批判するでも、ね、そうでした、はい、驚きました。全ての国民が、はい、街に出て、それでキャンドルですか、キャンドル、いや、あれは昼間でしたね、とにかく人がものすごかったです、はい、それで私もその現場で取材したこともありますし、はい、それでその人
その時に国民たちがみんな腹が立って、まあ、パクネ大統領、まあ、戻りなさいとか弾劾してくださいとかして、うん、本当に驚きました。そんなに国民が腹が立つことが、なんか昔の韓国の民主化運動の時と同じだと思いました。パク・チョンヒさんの時、はい、その時あのお父さんですね、パク・チョンヒさんは、はい、あ、そうですね、はい、ですね、まあ、その民主化運動のもっと前ですよね。あ、もっと前、はい、もっと前ですね、もっと前で、あ、チョン・ドゥアン、チョン・ドゥアン元大統領、はい、公衆事件とか、うん、はい、あの頃ですね、はい、その時と同、その時とじゃなくても同じじゃなくてもそのぐらい、そのぐらいの怒り、はい、国民たちがみんな、まあ、腹立って、まあ、集めたことは初めてです、うん、そうですか、はい、あの時さ、私はびっくりしましたね、映像を見て、うん、ね、いや、あのパク・クネさんは、うん、あの最初パク・クネさんというかパク・チョンヒさんを、うん、あの、なんて、文政光さんっていう、うん、あ、日本の在日のあのね、パク・チョンヒさんの奥さんをちょっと撃っちゃった、パク・チョンヒさんを狙ったんだと思うけども、はい、奥さんはね、うん、間違えて奥さんちょっと、はい、そうですね、大阪で、大阪、いや、生まれたのは多分大阪の方ですけど、撃、はい、ったのはソウルです、はい、そうです、はい、大阪の在日、在日の方ですね、はい、韓国人、はい、そうです、そんな事件から始まってね、そうですね、ありましたね、まあ、あと、うん、キム・デジュンさん、はい、そうです、 PJ、はい、まあ、そのもっと前になりますけどね、うん、キム・デジュンさん、あとたんですよ、握手した、僕も行きますよ、インタビュー、なんで、どうしよう、なんで待ってる、僕のが先じゃないですよ僕の早いですよ、いつ頃ですか、1991年ですよ、これは僕の早いですよ。え、なんで、そう、本当いつですか。パルパルの直後ですから、88年から89年。やられたな、これは。ご自宅のお邪魔して。絶対勝てると思ったんだよ。ご自宅にお邪魔したんですよ。自宅行った？そうそうそう。なんだ、僕が握手しただけなのに。で、いや、もうキム・デジュンさんはあの日本語完全に理解されるので、完全に理解っていうか、ただの日本人の、ね、日本語でしたよ、はい、だから僕は日本語で質問するじゃないですか、うん、でそれをあの韓国語で答えてもらうっていう設定を始めたんですよ、うん、ところが日本語にスッと反応して日本語が出てきちゃうので、ああもうね、先生すみません、もう一度お願いしますって言われてしまってあ、大統領ももちろんね、なる前なんですよね、はい、いや、あ、その大統領になったって2000年ぐらいでしたっけ、はい、それが1997年の大きいタイトルになって、はい、うん、そうですよね、キム・デジュンさんは人気ありますよ、未だに、まだあります、やっぱり素晴らしかった大統領でした ね、まあ、そんなイメージです、はい、その時は私なんか2002年ですか、その時、あ、2002年じゃなくて1997年の時 IMF 韓国に、あ、え、あ、そうそう、はい、その時はちょっと97年の時、うん、はい、ヨンサンさん、はい、そうです、うん、その時はちょっと、まあ、韓国の経済とか悪くて、それでちょっと大統領にでちょっと、まあ、実力が低い、少ないじゃない、うん、とイメージがあったんですけれども、今見るとやっぱり素晴らしかった大統領、なるほど、キム・デジュンさんね、それが実はパク・クネ元大統領とイ・ミョンバン元大統領全部今刑務所になって、そうですよね、はい、でそれで、あ、その大統領と比べたらやっぱりキム・デジュンさんが素晴らしかった、そんなイメージもあります、なるほど、うん、あのよくね、日本人があまりそんなに韓国のこと知らなくても、うん、韓国の大統領って、うん、なんかあの最後ちょっと大変なことになりますよね、うん、はい、あの最初のイスマンさんでしたっけ、イスマン、イスマンさん、はい、あの人は、うん、あのデモで追い出されて、うん、そうですね、追い出されちゃったんですよね、うんうん、それからパク・チョンヒさんは、うん、なんかあのご飯食べてる時になって、はい、KCI の打たれちゃった、早くですね、みんなが、ああ、 KCI、 あ、なるほど、うん、そうですよね、うん、それからあのチョン・ドゥアンさんは、うん、チョン・ドゥファンさんは、はい、あの捕まったですよね、はい、それでノーテンさんも捕まりましたね、うん、はい、キム・デイジュンさんは捕まんないけど、捕まる、はい、大統領になる前にひどい目にあったんですね、はい、それでその後でその息子さんたちが全部犯罪をして、それで、そうですか、そのこともちょっと悪かったんです、
じゃあキムヨンサムさんは大丈夫だった、キムヨンサムさんの息子さんも、はい、ちょっと犯罪がしてそれで刑務所に行ったことがありますから、それがちょっとすごいですね、はい、それも問題がありました、はい、それ大問題で、キムデジュンさんで、うん、その後あの、うん、ノムヒョンノムヒョンさん、はい、ちょっとどっか崖の上から飛び降りましたよ、ね、はい、ノムヒョンさんは国民たちに本当に人気があったんですけれども、はい、映画もなってますよね、弁護士さんね、はい、はい、それで素晴らしかったんですけれども、はい、まあ、その時ですか、なんか任期が任期の末の時、うん、その時、うん、不動産問題のせいで、はい、それで任期がちょっと、はい、落ちてそのまま終わりましたね、そのまま終わってしまった、はい、それで極端的な選択をして、うん、亡くなったんです。ノンヒョンさんは確かあの北朝鮮っていうか、うんうんうん、韓国であって仏韓っていうんですか、はい、仏韓北朝鮮とこう仲良くしようとした方ですよね、うんうん、でその後イ・ミョンバクさん、はい、はい、あ、そう忘れてましたね、イ・ミョンバクさんね、大阪の人、大阪生まれです、はい、ソウル市長からね、はい、ソウル市長もしましたし、ヒョンデの社長、あ、ヒョンデの、ヒョンデ自動車ですか、はい、ヒョンデ自動車じゃなくてヒョンデ関連グループの建設会社、はい、そうですのトップ、うん、はい、トップを知ったこともあります。あの人はあの割と日本と仲良くしようとしてたら、うん、最後の最後に、はい、あの、まあ、我々の言う竹島、はい、そうです、ね、韓国語ではドクト、ドクト、はい、竹島ドクトに行ったんですね、はい、急に、うん、その時そうですね、はい、そうでしたね、うん、その時にあの、うん、その竹島にいるその韓国兵に、うん、そのうん、イ・ミョンバクさんお土産で持って行ったのが、うん、なぜかピザだったんですよ、うん、ピザ、ピザ持って行ったよく覚えてて、なんでピザ、なんでピザなんだろう韓国の食べ物じゃなくて、うん、キムチじゃなかったんです、キムチじゃなくて、うんうん、ピザを持って、さっき話したのキムチっていうのは最近は中国製だって言われてますけど、あれ間違いですよ、中国製？いや中国人がキムチのルーツは中国だって言ってるじゃないですか、はい、あれは間違いですよ、それはちょっと分かる話しにくいです、ちょっと腹が立っていますね、なんかやっぱり怒るよね、やっぱり最近反目していますか、反目が韓国の戦闘的な服、あ、反目オリンピックの時、はい、オリンピックの時なんか、うん、開催、開会式、はい、そうです、開会式の時もそう、朝鮮族と呼ばれる人たちがもう昔の伝統的な服で韓服を、うん、着たことを見て、韓国の国民たちは、お、あなたたち、うん、何をしているのとして、中国の人が来たんですよね、はい、まあ、中国はちょっと中国の朝鮮族の人です、はい、そうですよね、でも、まあ今ちょっとなんかセンサティブな問題です。それがちょっと、はい、ねえ、はい、それからあの例のスケートの問題で、はい、例のスケート問題、それでキムチの問題もいろいろなことが混ぜて、ね、ちょっと、あ、話しにくいです、ね、そうですよね、はい、やっぱり日本とね、うん、仲良くした方がいいんじゃないかと思ってるんですかね、はい、私はそれを望んで、外交の場なんですよ、それで都会に行ったんですけれども、ちょっと難しいです、難しい、はい、あれどこが難しいですか、日本の報道っていうのは、それで、うん、韓国の国民たちが本当にそんなに日本について感情が悪くなったことを分からなくて、うん、これほど喧嘩が多かったのか分からなかったんです、うん、はい、あの、うん、やっぱり日本にいて、うん、はい、あの喧嘩の本とかいっぱいあるじゃないですか、はいはい、やっぱりそれを感じます、はい、やっぱりそうです、うん、私が理由について何を記事に書いても、まあ、下書きでなんかコメントですか、コメントが全部あなた、あ、ネットのね、あ、ネットのコメントが、はい、あなたそんな記事を書いたら、まあ、日本に戻りなさい、どうして、あ、私日本にいます今、そんなぐらい、あ、批判されるんですね、はい、批判されます、何を書いても、あ、なるほど、本当に、はい、だから、うん、やっぱり国民の感情がお互いに、はい、日本に戻らないとそういうことね、はい、あのお前は日本の肩を持つのかっていう批判っていうことですね、はいはい、そうです、なるほど、なるほど、そんなに日本についてもう記事を書くつもりなら、うん、まあ、日本に行きなさい、まあ、どっかしてあ、もう日本人になっちゃえばみたいな、はい、もう私今日本東京に住んでいます、すみません、うん、考えたんですけれども、うん、はい、わかりました、もう何だったらこのままずっと東京にいても、はい、まあ、いいです、本当に日本はいい国です、
大丈夫ですか、これ YouTube だ。そうです。でもでもね、キャンセルしてください。でも私の妻が、はい、あのコロナの前まではね、うん、1年間5回ぐらい韓国行ってたんですよ、はい、でもういつも行ってたんですよ、うん、でうちの妻は渋谷より、うん、カンナムの方が詳しいですから、もう映像が映っただけでどこの町か分かる。本当ですか。あ、ここ角曲がったとこに美味しいサムギョプサルの店があるとか、はい、私も知らない。それそういうの何でもしてるんですよ。素晴らしいですね。すごい詳しいんです。でソウル歩いてても、はい、日本人だって分かっているのに、はい、すごい嫌なこと一回もないんです。カンナムは一番韓国でなんか複雑な場所ですけれども、それを詳しく知っていることは本当に素晴らしいですね。いやいや、あれですよ、うん、SM エンターテインメントとかあるところだけです。 あとロデオとか、そうですね、カロスキルとか、はいはいはい、あそこら辺だけです、うん、あ大丈夫ですか、うん、音、そうなんですよ。いや、韓国飯うまいですよね。僕は86年に、うん、初めて行って、オリンピックの前ですね。オリンピックもそうですね。86年にアジア大会があったんですよ。そのオリンピックの2年前にあったと思い出しました。それの取材で3週間以上向こうに、総理いい思いしてますね。いい思いかどうか分かんないですけど、うん、うん、もう何かないので食べましたね。そうですか。 あの頃はでもまだあれですよね、うん、ジョン・ドゥアンさんあったり、うん、そうです、はい、さんが相当緊張している時で、はい、ソウルプラザホテルっていう、ちょうど視聴者の真ん前に立ってる、まあ、一流ホテルに立ったんですけど、はい、要するにか、ま、窓を開けるなっていうか、窓から撮影するなっていうふうに言われて怒られて、うん、そうですか。まだちょうどね、行った時に金浦空港で爆弾事件があって、うん、はい、だから空港着いたら、うん、特殊部隊の黒服の人がマシンガン持って行進してましたから、うん、まだまだそういう雰囲気だったんですね、うん、そういう感じでしたね、それから比べると今やっぱり完全に全然ね、はい、想像できないぐらい、はい、すごいですよ。いや、韓国すごいなと思うのは、その間にそのやっぱ民主主義の革命みたいなことしたじゃないですか、はい、今は、うん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 、ね、はい、そうです、すごいなと思いますけど、うん、そうですよね、急激に経済も良くなりましたよね。急激に、そうですよね、はい、変わります、韓国は。そうなんですよね、はい、政治についても、まあ、全てのものが、はい、そうなんですよね、うん、で実は今日一番話したかったのは、うんうんうん、来月、はい、3月9日ですよ、はい、大統領選挙、大統領選挙、まあ、我々日本人にとってはついにムン・ジェインさんがいなくなると、あ記念日ですよ。それは僕はね、韓国は割と韓国ビーケなんです、韓国好きなんですよ。これぐらいなんかムン・ジェイン大統領、あの方はいくらなん、はい、僕はね個人的な意見ですよ、いくらなんでももうちょっとなんかどうでしょうかっていうような、やっぱりでようやくあの人がいなくなるのかと。だってこっちだって、はい、日本だって安倍さんいなくなったじゃないですか。だったらそんなイメージですか、大統領、文在寅大統領が、そうそうそう、こっちも責任取ったんだから、そっちも責任取ってくれたという感じなんですよ。これ僕が言ってるだけですよ。安倍さんと文在寅さんが差し違える、うん、ショックです。で安倍さんって嫌いですよね。あ、安倍となんか同じ、安倍さんと同じ、安倍となんか文在寅大統領かわいそうですね。なんか個人的にはかわいそう、かわいそうです、個人的には、はい、そうですか、はい、あ、ショック、ショックですか、ショックです。やっぱり韓国の国内で安倍さんっていうのは、はい、嫌われてました。もう全ての人は嫌いですね。あ、そうです。本当に、そうです。なんか私自信感を持って話せます。じゃあこれだけは、はい、これだけは、はい、これだけは、いろいろ意見の違いがあるけど、安倍さんだけは嫌い。本当にそうです。何にダメだったんですか。それが安倍さんの昔の出勤した時のなんか特徴問題とか歴史問題とかいろいろなことについて韓国にちょっと厳しいじゃなくて、うん、厳しい表現がどうすればいいですか。うん、韓国についてはちょっと悪い話を
たくさんしましたから、それ悪口を言う、悪口を言うくらいに、うん、それであのやっぱあれですよね、うん、あの8月15日のいろんなイベントの時に、はい、安倍さんが何を言ったかっていうことにはとても敏感でしょ、うん、はいはい、そうです、うん、で外国、うん、要するに植民地支配と、うん、はい、それから、侵略、うん、そうです、に関して反省するっていう言葉を入れなくしたんでね、はい、最初だけ、うん、第一次政権の最初だけそれ入れたんですけど、うん、それは小泉さんなんかもそういうふうに言ってた、うん、小泉さんを覚えてます、小泉さんは、はい、知ってますね、小泉さんより安倍さんの方がもっと嫌われてる、全然違うでしょ、比べできないんですよ全然違いますよ、小泉さんが引き継いだものを安倍さんは引き継がなかった、はい、あ、それがちょっとそんなこともあります、安倍さんがなんか韓国を無視する感じ、ああ、相手にしない、はい、それが昔からずっとまあ発展したんですけれども、それ無視して、うん、まあ、昔の、まあ、1970代の韓国と韓国を見る感じで話す、あ、うん、つまり、うん、発展した民主主義の韓国じゃなくて、うん、なんか昔 の軍事政権の時とか、はいはいはい、昔のイメージで、はい、はい、そうです、うん、それでなんか無視するイメージがたくさんあって、ね、それでもう歴史問題とかいろいろなことについてちょっと悪口をすることがその影響じゃないかくらいに、うん、なるほど、はい、うーん、それで本当にちょっと嫌いですね、うん、なるほど、はい、まあ、はっきり言って嫌いだと、嫌いです、そこは意見は僕と一致してますよ、ね、そうですか、すごく、あ、そうですか、僕は嫌いでしたねあ、やっぱり東京新聞ですね、韓国のことで嫌いというよりは、はい、なんだろう、 そうです、あの程度の人が首相になっていいのかという感じがもう私は常にありましたよ、なるほど、それで、まあ、安倍さんについて記事を書いたら全部、まあ、コメントが安倍嫌い、安倍嫌い、安倍嫌いばかりです、安倍さんの味方する人って、はい、ほとんどいないということですね、ないです、ありえない、はい、いないです、もうその人は、まあ、見つかった、もう発見できなかったんです、いなかった、はい、いなかったんです、そうですか、うん、なるほど、うんうん、あ、今ちょっとあの残念なニュースっていうのが来ましたですね、これちょっとお伝えしていいのかな、何ですか、日本がカーリングで勝って韓国が負けたという、申し訳ございません、そのまま終わります家に戻りたいです、あーショック、 IMO ですか、あ、メガネ先輩、まあ、二度と、ちょ、目が潤んじゃう、メガネ先輩さよならあ、メガネ先輩は日本ですっごい人気あるんですね、はい、あ、そうなんですか、そう、メガネ先輩人気あるよね、ショック、あ、ちょっとちょっと悪い今情報が入ってきたよねちょっと隠してたこれちょっと隠終わってる、いや僕は番組始まる前は、うん、始まる前は日本がダメだと思ってて、ね、韓国勝ってた、頭が白くなりました、なんか頭が白くなりました、はい、日本は勝ったんですか、日本4強だって、うん、今稲熊さんの技だとそれを伝える、ああ、そうなんだ、大逆転、大逆転ですね、そうですか、大負けしてたはずです、ね、今本当かどうかちょっとチェック本当か、偽の情報かもしれませんからね、信じられない私が直接完全にあの感度動揺してますね、うん、本当、あ、はい、大統領選挙に集中して、大統領選挙に集中しましょう、まあ、これはスポーツですからね、はい、スポーツです、スポーツです、あくまでもスポーツですからね、カーリング、そうなんですよ、え、なんで、はい、あ、そうだ、それでね大統領選だよ、ここ全然ね、カーリングなんかどうでもいい、どうでもいい、どうでもじゃないです、まあ、日本勝ちましたけどどうでもいい、悲しい、やったそれでね、はい、あの私、はい、勉強してなくて大統領候補って2人だと思ったんですよ、ちょっと変な新聞、あの変な画面なんですけど、この方ね、はい、この方はイ・ジェミョン、イ・ジェミョンさん、はい、イ・ジェミョンさん、この方はキョンギ道のザバなんですね、はい、はい、ですよね、うん、政治家の方ですよね、共に民主党の人、共に民主党のキョンギ道知事を知った候補です、そうですよね、ムン・ジェインさんの後継ぎになろうという人、ムン・ジェインさんと仲いいですか、そこは分かんない、そこはちょっと分かんない、それが韓、あ、まあ、文在寅大統領を支持している人たちには反文在、反文在寅の象徴
になる人物です。はいはい、じゃあムンジェインさんに入れた人が必ずしもこの人に入れるかどうか分からないで、そこはちょっと分かりにくいです。ただまあムンジェインさんは要するに相当いろいろ批判されてる、はい、この人も批判してるってことですよね、ムンジェインさんはね。だそうかそうか、同じ政党だけど、うんうん、そうなんですよ、意見が違うんだね、はい、そこが複雑分かりにくいんだよね、うん、だからそういう意味ではムンジェインさんを引き継ぐ人は誰もいないってことになりますよね、はい、そうだよ、あんな日本の悪口で最近ムンジェイン大統領を支持している若い人が、若い女性、はい、人たちはイ・ジェミョンさんが嫌いで、嫌くて、どうしてですか。それがもう2017年の大統領選挙の時、うん、その2人が競争していて、そのイ・ジェミョン候補がその時ムンジェイン候補を本当に攻撃しました。なんか、そうですか。その時それで、あなたどうして、あなたたちどうして、まあ、そんなイメージがたくさんあって、それが残って、うん、で今も、はい、あその時のことがまだ許さない、はい、許せない、はい、韓国の人ってあんまり許さないですよね、うん、はい、許さないですそれでその若い女性たちが今ユン・ソンニョル候補を支持しています。あ、はい、あ面白いところです、そう、はい、ユン・ソンニョルさんというこの方、はい、ムン・ジェイン大統領を支持している人たちが、え、そうなの。はい、そうです。なるほど、だからあっちよりはいいってことですよね、はい、この、うん、私の受け止めでは日本ではこの方がリベラルでしょ、はい、左だよね、はい、そうですね。でこの方がどちらかというと日本の自由民主党、はい、逆に保守だよね、はい、保守だよね、野党、はい、だけどムン・ジェインさんの支持者って絶対にリベラルだよね、ですよね、うん、ではないんですかね、はい、なんか複雑です。ムン・ジェイン大統領を支持している人はムン・ジェイン大統領が好きです。個人的なファンなんだ。はい、個人的なファンです、はい、その人たちがちょっと多いです。日本が嫌いな人たちの集まりなんですか、うん、それは。それがそうでもない。そうじゃ、まあ、ないです。まあ、ムンジェインが好きな人は全員日本が嫌いということでもない。うん、ないです。はい、ない。ないです。ムンジェインさんが個人的に立派な人だと尊敬してる人たち、ね、はい。はい、尊敬したんですけれども、イ・ジェミョン候補は嫌い。あ、この人は嫌いと。はい。はい、複雑なムンジェインだからね。はい、ムンジェインですから。で、こっちの方が、うん、マシだと、うん、まだマシだと、うん、僕この人覚えてるんだけど、はい、ムン・ジェインさんが任命した検事総長です、ね、はい、どうしてこの人を任命したんですか。その人がパクネ前大統領を弾劾した人です。この人そうなんだ、はい、なんか正義の味方のイメージが強かった人です、うん、はい、この正義の味方なんですかそれはちょっと、はい、分からないんですけども、そういう最初イメージだったんですか。はい、そのイメージが強かったです、うん、あ、なるほど、まあ、実はもう権力者について、まあ、厳罰をしたこともたくさんあったんですし、もうアニジョン元チュンナン知事、あ、知事、うん、はい、知事、なんかもう共に民主党の人ですね、はい、もう今はミッドで、はい、今刑務所にいましたけど、はい、知事だったのに、はい、この人が放り込んだ、はい、ね、この人が相談してそれで、まあ、刑務所に送ったんです、うん、そういうことは、うんうん、この人が勝つとムン・ジェインさんは刑務所に行くっていう可能性、それはちょっと分からないですそれは私は個人的にはムン・ジェイン大統領は、まあ、クリーンな人だと考えていますから、まあ、そうですね、あんまりそういうなんとか、うん、お金とかの、はい、それは出てこないですよね、はい、それが今人気の、まあ、末ですから、それでもう個人的な、まあ、疑惑とかたくさんあることが普通です、韓国にとっては。あ、普通、普通です、疑惑が普通、普通です、まあ、日本もそうですけどね、はい、でも、うん、今もムン・ジェイン大統領を見ると全然疑惑ないんです。あ、なるほど、考えてみると羨ましいなと思います、日本の場合はそれをこの隠しちゃいますからね、はい、隠す、うまくね、うん、安倍さんなんかいっぱいあったんですけどね、おかしいぐらいないんです、うん、支持率も隠してるってわけではなくて、はい、支持率も今 40% 以上ですか、なんかすごく多いですね。なるほど、はい、これ僕勉強不足だったのは、うん、本当は十何人いるんですよね候補は、まあ、フォーマス候補ってで、もう一人なんとなく僕が知ってたのはこの人アン・チョス、はい、この方はリベラル、
じゃないか、じゃあ保守か、わからないですよ。わからないです。謎、ミステリー、はい、はい、ミステリーです。あ、昔は共に民主党となんか考えが同じだったんですけれども、うん、はい、今は一本化をなんかユン・ソンニョルさんと、要するにこの方と一本と、一本化提案をした。あ、こっちじゃない、こっちじゃない、ユン・ソンニョルさん、こうじゃなくてユン・ソンニョルさん、赤い、この二人が一本化を今議論していますから、議論して、はい、その場合はどっちが降りるんですか、うん、こっちだよね。それが、まあ、どうか比べ物じゃないです。ユン・ソンニョルさんがもっと多いですね、え、支持率が、こっちがね、はい、あ、ただあれですよね、 この人は検事総長だけど、うん、そのなんていうんですか、行政の長として、うんうん、あ、政治家としての、知事やキャリアということはないですよね。キャリアはないです、ないですよね、はい、こちらはそういうキャリア、はいはい、この人は政治家の方ですよね、はい、うん、政治も対応もしたこともありますし、国会議員もしたこともありますから、うん、はい、まあ、まあ、経歴は、まあ、なるほどなるほど。そう、確かに、はい、悪い人をやっつけるっていうのは大事な仕事だけど、はい、いやでも大統領が悪い人をやっつけるだけじゃね、はい、ね、もういや日本に来て悪い人をやっつけてもらうの、日本に来てね、捕まえてもらいたい人いっぱいいますよ、誰とは言わないですけど、ね、さっきちょっと名前も出ちゃいましたですか、ぜひやってもらいたいですけど、ね、あの対日政策っていうか、日本に対してどうするかっていうことが、うん、大統領選のその争点になってますか、なってますか、日本に。それはちょっとなってない、はい、それがもう今恥ずかしい話ですけれども、政策とかいろんなことについて、まあ、お互いに競争しているより、はいはい、個人的な疑惑いや疑惑だっけ、そう、はい、そこでお子さんの問題、まあ、そこで私聞きたかったんですけど、はい、家族の問題そうこればかりです。このね、私最初ね、はい、最初ね、僕ね、この人見たとき、この方、はい、少女時代の人かと思ってあれ、ソニョ司令かなって、あれ、こんな人いたかったのかなと思って、あの、何でしたっけ、急に少女時代が年取ってしまったのかあ、浅田真央さんのライバルのキム・ヨナさん、キム・ヨナさん、キム・ヨナさん、はい、のちょっと年取ったような感じで、そうですかそれはちょっと無理じゃないですか、無理じゃないです、無理、無理です、そうだって無理か、そんな若くないですよねこの方でも綺麗な人ですよね、綺麗ですね、はい、でこの人は、うん、はい、夫婦ですよね、夫婦です、夫婦ですね、はい、夫婦ですね、はい、で、あのこの人は何か何の問題があったんですか。あ、それもちょっと韓国人にとって恥ずかしい話ですけども、その人は経歴とか学歴とかいわゆるいろいろなことを偽ったんです。キャリア、嘘のキャリア言ったんですか。はい、嘘ばかりでした、はい、それが明らかになりました。本当に疑惑じゃなくて本当です。あ、本当に嘘ついてたんですか。はい、はい、それで、うん、もう国民の前に、まあ、謝り謝罪したこともあります。あ、はい、そうですか。あ、すみませんでした、私が悪かったんですとか、はい、ファーストレディーですもんね、はい、まあそうですよね。この方何をされてた方なんですか。タレントさん、女優さんとか。女優さんじゃなくて、ええ、うん、会社の社長、なんかもういろいろな天使とか、天使で、天使ですか、なんか美術もの、うんうん、とかいろいろなことを、まあ、企画してそれを天使するな。あ、なるほど、はい、そういう方なんですね、はい、でそれで嘘ついてた、はい、もう能力はあったんですけれども、経歴がちょっと嘘ばかりでしたから、学校とかするとか、はい、あ、うん、なるほど、その人は嘘をついてたと、うんうん、いうことですよ、ね、まずいやね、検事総長の奥さんがね、嘘でしたら、うん、そうです、奥さんだもんね、うん、検事総長も知らなかったんですかね、嘘つかれてそれは分からないですえ、そうだったのかと。それがユン・ソンニョルさんが50代、はい、50代の時結婚したんですから。え、はい、本当ですか。ちょっと遅い時に、はい、結婚したんです。あ、はい、割と最近じゃ結婚されたってことですよね。はい、そうですね、うん、いや、ずいぶん、もうなんかね、あの、女優さんみたいなね、うん、本当に感じの方ですよ ね、まあ、でもね、スキャンダルが主な争点になっちゃうの、はい、そうですよね、スキャンダルばかりです、はい、そうですよね。それともう一人、ちょっと さっきの写真は、ね、あまりにもひどいんで、うん、まあ、このイ・ジェミョンさんの奥さんはこの方ですね、はい、キム・ヒヨンさん、はい、この方は何をしたんですか。あ、それはもうやっぱり恥ずかしい話ですけれども、でも恥ずかしい話ですか。なんか疑惑ばかりですね。疑惑ばっかり。その奥さんは
個人的にその경기도の公務員たちを私的に働かさせたことがありました。ちょっと、はい、ちょっとこのこっちよりちょっとひどいかもしれない、うん、はい、それはちょっと、まあ、権力を利用した、利用した、はい、記憶がありました。あ、それでその奥さんも国民の前に謝罪しました、はい、すみませんでした私が。いろいろありますよね、夏姫もそう、はい、夏姫も夏主にも謝ってましたよね、はい、この選挙初めてです国民選挙。あ、そうですか、はい、なるほど、それはすごいですね。他に、はい、あのこの2人の家族の問題もあるんですか。はい、あります。息子さんもなんかやってたっていうことちょっと。息子さんの問題はイ・ジェミョン候補です。あ、この方の息子さん何してたんですか、はい、あ、それはちょっとギャンブルとギャンブル売春の疑惑があります。あ、疑惑です、これは疑惑、明らかになったことじゃないですし、かもしれない、はい、なるほど。で今それがすごく、はい、大統領選挙に影響してるんです、はい、本当にそうです。政策じゃなくて、政策じゃなくて、もう、まあ、解雇問題もアメリカの問題、その中恒久的な話をすることじゃなくて、はい、あなたがちょっと悪い、汚い、まあ、その前の方がずるいぞ、はい、汚いっていう言い方ですね、はい、はい、そうです。あの、まあ、あえて比べるとどっちの方がひどいですか。それが私が真剣に悩んだことがあります。誰がちょっと悪いか、どっちが悪いか、悪いか、うん、選べない、選べない、どっちもどっちもひどすぎます、選べられないです。あ、なるほど、そうですか。これは大変な戦いになってきましたね。逆に誰が汚いと思いますか、お二人は。いやね、先輩は、先輩たちは、内田さん、あの、うん、どうですか、顔だけ見てね、会ったことないんでね、あれですけど、これさ、だけどその、うん、印象的なものじゃなくて、なんか、そういうイメージで写真撮ってなませんか、この人なんか。この人、すごいちょっとあのかわいそうだよね、悪い写してる感じ。それは表情が、そうですね、わ、うんうん、からないな。いい勝負なんじゃないですかね。いい勝負なんでしょうね、おそらくね。で、うん、その、うん、日本人、もし、うん、木野さんが日本人だったら、うん、はい、日本にとって都合のいい人はどっちですか、うん、都合のいい人ですか。日本が喜んじゃうなっていう人は、うん、喜んじゃない人、イ・ジェミョン候補ですか。こっちの方が日本に都合がいい、うん、ちょっと都合が悪い、あ、悪い、こっちも悪い、どっちですか。それがイ・ジェミョンさんの方が日本に悪い、うん、都合が、うん、それがもうイ・ジェミョンさんが昔討論会か去年、はい、去年討論会で、まあ、日本は信じられない、信じられる国か、うん、そんな話をしたことあります、うん、なるほど、はい、それで私もびっくりしました。そんな話を討論会で直接、はい、突然もう質問が出たんですけれども、うん、それに答えて、答えがそんな話を直接することはちょっと失礼じゃん、なんか、うん、大統領候補としてはちょっとひどいじゃないと考えたんです。あ、なるほどね、はい、うん、そうか、それはあれですか、やっぱり日本を批判する方が有利になるっていう、うん、はい、それが、はい、国民の感情を考えてその話をしたんですけれども、うん、投票を増やそうとして考えたんですね、はいはい、なるほど、まあ、その場所で、あ、私日本が本当に大好きです、日本の味方です、なんかしたら全然ダメですとか言って、はい、竹島とか言って言ったらもう絶対最悪です、最悪です、最悪です、独当です、独当、そんな独当です、独当ですかね、なんか、まあそれはあの、はい、まあ、番組終わってから議論しますよ、はい、私も議論、はい、そうですか、うん、それでですね、まああの、うん、選挙なんですが、どっちが勝つんですか、ズバリ、ズバリ、ズバリ、あ、難しいです、それが、ね、それが韓国の選挙は、はい、まあ、1ヶ月前ならちょっと、まあ、結果が見えます、あ、この人が勝ちか、あ、見えてくる、はい、もう2017年の時もムン・ジェイン大統領にが、まあ、大統領になるかなと考えたんです。でも、あ、今年の選挙わからないんです、交差範囲の内で戦っています、お二人が、あ、はい、だからもうどっちに行くかわからない、わからないです。今支持率を見ると、まあ、
まあ、見ると、はい、ユン・ソクニョル候補が公算範囲の内で勝っています。今はユンさん勝ってる、はい、勝っています、はい、こちらの方勝ってる、はい、勝っています。でも、まあまあ、先輩たちがご存知ように韓国の政治はダイナミックで選挙の前から全然わからないです。結果は結果わからないですね、はい、わからないです。あのだいぶ前にあの落選運動って、うん、その議員の選挙の時に あったじゃないですか、はい、あすごいなと思ったんですけど、うん、あ そ, うですね、そういうのってありますか今。あこの人を落とそうっていうこっちを勝たそうじゃないこの人を落とそうっていうそれがあります。それで文在寅大統領を支持している若い人たちが、うん、それでユン・ソクニョルさんを支持していることです。ああなるほど、逆この人を落とそうと、はい、イ・ジェミョンさんは嫌い、必ず、うん、それで落ちている、まあ、そういうイメージで全部、はい、やってるわけね、はい、なるほど。それでその人たちが今支持している候補が実はイ・ナギョンさんでした。イ・ナギョン、はい、イ・ナギョン国務総理、総理、前総理、あ、元総理、首相、首相です。首相が、まあまあ、競争したんですけど、イ・ジェミョン候補と一緒に、はい、その人が落ちて、ここの党の中で戦ったんですね、はい、党の中で、それでその人は負けちゃったと、はい、負けちゃったんです、ええ、でもその人が今イ・ジェミョン候補を手伝っていますけれども、はい、すみません、でも私たちは全然できないんです、あなたたちを、うん、私たちはユン・ソクニョルさん、こっちを味方すると、はい、それ裏切りですよ。でもそれぐらい、そのぐらいイ・ジェミョン候補を落ちる、うん、あ、まあ、嫌われてますねこの人、はいはい、これはっきり言いますけど、はい、嫌なやつなんですか。それが私実は2017年イ・ジェミョン候補を担当したことあります。あ、実はどうでしたか。面白い人です。面白いが、はい、なんか魅力的な人です。ちょっと、はい、直接話すと例えばユーモアがあるとか、ユーモアもありますし、はい、なんか国民が望んでいることを直接なんか 話すことがちょっと怖いぐらい素晴らしい人です。その人は。あ、はい、そうですか、はい、もう演説も本当にいい人です。なんかなんか心に当たる、はい、ことを、心に、ね、刺さる、はいはい、刺さる、その話を直接する人ですけれども、今ちょっと変わる感じです。あ、はい、人間が変わってしまったの、はい、あそして、まあ、最近イ・ジェミョン候補も疑惑、議論がたくさんあります。論議がたくさんあります。なるほど、疑惑が、はい、疑惑はね、はい、あのさっき落選運動のこと聞いたんですけど、はい、それだけこうスキャンダルまみれになっちゃうと、はい、まあ、そもそももう投票に行くのやめようと。日本なんかそうなんですよ。そうですか。投票行かないんですよ。そう。っていう選挙？人はいない。選挙、日本人って選挙行かないじゃないですか。どんどん投票率下がってるんです、半分も行きませんよ。でも韓国人はそうじゃないです。行きます。必ず行きます。あ、今までずっと絶対行ってましたよ、ね、はい、うん。私たちがその候補たちが嫌いですけれども、はい、でも誰かは必ず大統領になりますから、うん、そのタイトルを私たちの手で選びますと。気持ちが強くて、日本人に向けたってほしいですよ、ね、本当ね、今のはね素晴らしい ね、 ね、素晴らしい、もうちょっと切り取ってそこだけ、そこだけもう素晴らしいよ ね、 ね、そうですか、ね、日本の人たちに言ってほしいですよね、うん、そうです。それで私も政治を担当したんですけど、この選挙は選挙したくないと悩んだです。でも、うん、誰かが必ず大統領になりますから私の手で選びますとしていくつもりです。かっこいいね、はい、そうで、いや、そう、まさに正論です ね、 そ、 ですよね、その通りなんですよ、うん、でもその件まで私の名前を書くかもしれません。大統領は私、キムチナ。自分がやった方がマシだと、はいはい、あ、なるほどね、あなたたちみんな嫌いとかして、それも一つの手かもしれませんね、はい、あ、じゃあどちらも満足ではないということですね、はい、でも最悪を避けようとする感じで、うん、最悪を、はい、なるほど、どっちかわからない。はい、わからないです、はい、どっちになるかね、はい、でもなんか本当に言うとどっちが好きですか、うん、やっぱり好き。でも私は実はイ・ジェミョン候補についてはよく知っていますけれども、うん、ユン・ソクニョルさんはちょっとわからないです。知らない方なんですね。知らない人です、はい、うん、もう政治の経歴もないんですし、そうですね、はい、うん、検事総長の時、検事総長、うん、時だったんですから、うん、それはちょっとわからないんです、その人たちは、はい、なるほど、うん、今の韓国でね、うん、一応
東京新聞でもですね、昨日の新聞でちょっと大きくやったんですよ。でそこではあまりスキャンダルのこととかあんまり書いてなくて、はい、こう真面目な内容で、はい、真面目な話、はいはい、それでやっぱりあのこの中で、うん、やっぱりあの一番のその大統領選のテーマっていうのはやっぱりあの経済問題、はい、不動産の問題も、はい、とかが問題なんじゃないかと書いてます、はい、それで不動産の価格が上がってるんですよね、すごく、はい、毎日上がっています。今が一番安い時です。今安い、はい、明日上がりますから。あ、はい、そういう意味か、はい、そういう意味です。あ、なるほど。今マンションを買うことがいいです。今安いですから明日上がりますから。はい、はい、明日はもっと高くなる。上がりますから。こういうことですね。上がりっぽですか。ずっと上がりっぽだという。はい、そうです。一歩ですから。あ、東京で暮らしていて、やっぱり東京のいわゆる家賃ってあるじゃないですか。はい、やっぱり安いですか。家賃は私はやっぱり韓国はちょっと高いかもしれません。はい、うんうん、驚きました本当に、うん、はい。これはムンジェインさんの政策の失敗ですか。うん、失敗ですね。でもムンジェイン大統領の影響じゃなくて昔からずっと上がっていますから、うん、でもムンジェイン大統領はちょっと支持率が下がった経験は、私が不動産問題について解決します自信感を持って話したんですから、それでその影響で。あ、なるほど、はい、でも解決してないんですね、うん、ないんです、はい、あ、なるほど。上がりっぽですから、はい、普通はあの日本ですと、うん、まあ、アメリカはそういうことがあると思いますけども、うん、そう、選挙って割と経済っていうんですか、うん、はい、暮らしで決まるんですけども、うんうんうん、今韓国っていうのは、うん、いわゆる経済景気っていうんですか、それはどうですか。経済ですか、はい、経済は、あ、それでイ・ジェミョン候補がなんか、うん、タイトルが経済大統領です。あ、経済が得意なんだ。はい、私が得意です。私は経済をもうもっと良くすると、良くしています。それが大統領のなんか今経済について国民たちが今不満を持っていますから、それを意識して、なるほど、はい、それぐらいです、うん、経済について。まあコロナのせいで経済もよく、まあ、まあ、悪くなったんですから、まあ、それはね、はい、世界中、はい、あ、そうです、はい、ですけどね、うん、はい、なるほど。あとその先ほどもちょっと話出ましたけど、うん、日本について、うんうん、結局そのムン・ジェインさんって、はい、まあ、日本の新聞ですと、うん、例のあの徴用工の問題って大きくなりましたよね、うんうんうん、で結局あのでも結局このままだと動かないですよね、はい、何もやらないですよね、はい、このままで終わりますね、おそらく、はい、おそらく、うん、もう今任期が5月なら、うん、もう新しい大統領が、そうですよね、はい、うん、なりますから、うん、やっぱりあのことについては、うん、やっぱり日本国内でも、うん、やっぱりちょっと怒ってる人多くて、はい、っていうような感じなんですけども、うん、はい、実際にね、うん、その、うん、なんていうか、三菱重工でしたっけ、うん、ちょっとごめんなさい、企業名忘れました。三菱ですね、三菱ですか、うん、資産を、うん、はい、凍結してしまったら、さすがにどうかなと、そこまではやらないんじゃないかと思ってましたけど、はい、ちょっとやらなかったですね、はい、それで大統領、新しいタイトルがどうすればいいかちょっとわからないです、うん、今日本についてどうすればいいか、まあ、私がこれにしますと直接に話したことがないんですから、あ、真剣に、あ、なるほど、はいはい、うん、それで、まあ、やっぱりもう日本も参議院選挙が終わったら、まあ、お互いに協力して解決策を探すんじゃないかと思っています。そうですよね、はい、まあ、外交的に解決するしかないですよね。はい、おそらく、やっぱりそうですよ、ね、お互いに選挙が終わったら、選挙終わったら、そうなんです。はい、まあ、で、選挙終わりで、うん、今日本って岸田さんっていう、うん、あまり特徴のないおじさんが首相やってるんですけど、はい、おじさん、はい、顔覚えられないみたいな。そうですか。あの方はどう思いますか、岸田さんは。ああ、それが。岸田さんについてちょっと韓国人はわからないです。岸田さんは誰するイメージです。あ、そうですか。はい、それが2015年の慰安婦ですか。あの時の最初です、うん、はい。そのイメージだけかもしれません。あ、はい、はい、それが私が個人的に記事をタイトルを安倍総理、安倍さん、もう、そうそうそう、
書いた時なんか PV ですかページビューですかページビューが上がります、うん、ああそうですか。でも岸田総理をしたら普通です本当ですそれは全然関心がないと。はい、なんかどうすればいいか。それじゃあ、まあ、これから、まあ、岸田さんはこのままでタイトルしない方がいいんじゃないと考えるくらいちょっと、はい、あんまりちょっとニュースにならないと、はい、ニュースにならないです。はい、そうなんですよね。我々もちょっと困ってるんですよ、うん、そして、まあ、岸田さんも宏池会派ですか。宏池会派で対話を中止している人だと考えたんですけれども、逆に、うん、首相になったら韓国の政府が責任を持って話します、話してくださいとして、こっち会じゃないするイメージがあります、うん、でもあんまり、はい、それをですね、はい、信用しない方がいいと思います。別にそうですか。すごい深い考えで言ってるわけじゃないんで、毎日変わりますから言うこと、ね、やっぱりそれは韓国の日本が同じだと思います。政治家ですから、うん、やっぱりまあね、それは皆さんタヌキみたいなところあるんだけど、はい、でもね、うん、岸田さんの場合はその聞く力で、うん、話を聞く力があるんだって言ってるんですけど、はい、それは、うん、ちょっと強い話があると そっちにこうするとなびいて、そう、それは反対の話があるとこう、うん、変わったりするんですよ、うん、だから交渉相手としては、うん、割といいかもしれません、うん、あ、それでイ・ジェミョンさんが、イ・ジェミョン候補が、うん、あ、日本は信じられる国かと知ったんですけれども、うん、それを、まあ、信用しない方がいいんじゃないかと思います。やっぱりタイトルになったら、うん、その話が変わる可能性が大きいですから。あ、そうですよね、はい、それでイ・ジェミョンさんが、はい、今すごく日本にきついこと言ってたとしても、うん、はい、大統領になったら変わるから、変わります、やっぱり、うん、ですよね、はい、そうです。今はもう国民の感情を考えて、もう支持率をまあ、考えてそんな話をしたんですけれども、うん、やっぱり大統領になったらそんな話をする必要がないですから、はい、そうですよね、はい、そうですよね、うん、日本と韓国ってやっぱり2つ合わせると経済のスケール大きいじゃないですか、うん、はい、はい、そうです、ね、それでこんな仲悪いってちょっとありえないですよね、うんうん、はい、ヨーロッパなんかでも、まあ、歴史問題あっても、うん、はい、まあ、それでもね、ちゃんと対話するんですよね、うん、そうです。新しい大統領、うん、怖いです。あ、それが、まあね、選ばれた大統領はなんとかスキャンダルを乗り越えて、うん、大統領の仕事をしていただきたいですよね。そうですよね。でもなんかどちらになっても、うん、大統領になってからまたスキャンダルが出る可能性ってあります？たくさんありますね。たくさんあります。あるんだ。なんか向こうのメディア強いですよね、うん、すごい報道しますよね。それがなんか玉ねぎですか、玉ねぎみたいに。あ、玉ねぎ男って、はい、あの人まだいるんですか。チョグクさん、チョグクさん、玉ねぎみたいに、なんかもう疑惑がまあ終わったとしたら、終わったらまた次、またと新しい疑惑、新しいスキャンダル。なるほど。面白い国です、韓国は。面白いですよね。面白いです、毎日面白いです。新しいものばかりです。そうですよね。まあ、でもなんか政治家にこう変な幻想を持たないで、そう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 、すごくリアルな、うん、ね、像を結んでる感じがあって、うん、それいいんじゃないかなと。それが韓国にとってはこんな話もあります。負けた人は必ず刑務所に行く。はい、そうです。今本当にそういう傾向ありますよね。あるかもしれません。可能性はあります。そうですね、はい。なんか政治的ななんか、そうですね。そんな話も、うんうん、可能性もありますね。うん、はい、僕ね、バックレさんってやっぱりちょっとかわいそうだと思いました。え、全然違う。本当に？そうですか。なんか個人的な感情を。だって一応大統領でやってて、まあ、ちょっと変な占いのおばさんの言うこと聞いちゃったけど、それだなんなんずっと刑務所に入れるのはちょっとひどいんじゃないのって思いましたけど、そんな全然何の同情のあれもないですね。あ、それが弾劾した時、はい、なんか。あなたばっかですか、なんかタイトルですけれども、うん、このおばさんに、なんか、うん、色のこと、え、全然関係ないおばさんに言ってたんですよね、はい、驚きました、うん、あ、でもパックレさんは最近出てきたんですよね。はい、出ます、はい、あ、そうでした、うん、それでその出た時、まあ、家に戻った時、うん、話を必ず
もう発表することを機会がありますけれども、はいうんはい、その時その話が誰に影響があるか、それも面白い部分です。ああこれからあるんですか。これからじゃなくていつからわからないです、いつから、うん、覚えられないんですね。ああなるほど、つまり、はい、コメント出すんだ。コメントです、うんうん、あそれがそれが選挙に影響があるあるかもしれません。あるそれがパク、私が聞いた話ではパクネ元大統領を支持している人はユン・ソンニョルさんが嫌いです。やっぱり結構多いんですね、はい、あそりゃそうだよね、だって残念をしたもんね、はい、捕まえたんだもん、はい、そうですよね。民主党嫌いじゃなくて民主党嫌いよりユン・ソンニョルさん嫌いです。なるほど、はい、かなりこれはあの面白いっていうのは、はい、人間ドラマだ、人間ドラマだから韓国のドラマ面白いんだよ。そうここで鍛えられてる。そうなんだよね。それで選挙は分からないです、はい、選挙の結果が分からないんです。ドラマが面白いんじゃなくて、はい、社会が面白いんだよ、うん、そうですよ。だから民主化はやっぱり良かったんですよ、本当に。そうなんだよ、日本はさ、ね、毎日面白くないからさ。 それで世界で軽ドラマが人気があるんです。それでそうなんだ、はい、韓国のドラマってさ、分かったよ、本当に面白いですもんね。なんか恥ずかしいですやっぱり。いや恥ずかしい。いやだってさ、よくさ、だってすごくさ、あの財閥のすごく、はい、あの息子がすごい貧乏な女性と恋に、はい、落ちるんだけど、その女性は実は白血病だったと、はい、だから白血病で死にそうなのに車にひかれそうになっていて、それを財閥の人が助けるっていうね、はい、全部ありえないですよね、はい、だけどで最後に結婚しようと思ったら実は兄弟だったとか、はい、もうそんな話ばっかりで、もうこれでもか、はい、これでもかお母さんが2人いますね。すごいですよね。そうですね、でも実際社会でそういう感じなんですね。はい、そうです。でも政治家ちょっと、うん、はい、政治家現実よりちょっとそうだね、現実が面白い、うん、リアル、はい、リアルです。なるほど、事実よりね、嫌いなんですよね。さあこれどっちが勝つか、まずパク・クネさんはもうまずユンさんの悪口言うよね。はい、そう思います。この人は最悪だと、はい、最悪です、はい、最悪だと。でも文在寅大統領を支持している人はイ・ジェミョンさんが嫌いです、うん、あ、イ・ジェミョンさんが嫌い、嫌いです。複雑、はい、でも若い人たちです、それが。でどうして若い人たちは、うん、若い人たちは、まあはい、それが今20代の男性の方はユン・ソンニョルさんを支持しています。うん、若い人たちはユン・ソンニョル、男性です、はい、男性。でも女性は、うん、あ、女性も、あ、こっち、はい、はい、それが面白いことは、それがイ・ジェミョンさんがちょっと20代男性、あ、20代男性のなんか手を挙げるなんか見方だと、あ、見方、はい、ああする感じで、まあ、フェミニズムの問題もありますから、あ、はい、いろんなね、はい、いろいろなことがあって、それが複雑になんかつながっていって、なるほど。それで韓国の今タイトル選挙の結果は20代の若い人たちが誰を支持しているか、それがちょっと、うん、あ、一番、はい、決定的、はい、決定的、はい、それが面白いと思います。なるほど、はい、若い人たち、はい、じゃあ番組終わったらどっちに投票するかをする、うん、そうですね番組オンエアしないということで今日はあの途中で、はい、あの残念なニュースというか嬉しいニュースなんですけど、ね、今日はキム・ジナさん、はい、韓国はいい国です、いい国です。大統領選挙あの今日なんか韓国のひどい話ばっかりしましたけど僕も大好きなんで、いやひどくないんですよそれがいい、じゃあこれは民主だと、あ、素晴らしい候補たちです、うん、素晴らしい人ですそうみんな素敵です、はい、まあ、とのことで、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました